山アジサイは、アジサイかアジサイ属の一種である。山中で沢によく見られることから、沢アジサイとも呼ばれる。ただし、独立した種として認めず、アジサイハイドランジアマクリフィラの、アシュハイドランジアマクリフィラサブスプ、セルロタなどとする説もある。本州では、関東より西、また四国、九州などの産地に分布する、千島列島、台湾、中国南部の産地にも見られる。 学アジサイと比べ、花の色が多様性に富む。花樹は、直径718センチ。草食毛は、直径1.73センチ。葉質は薄く光沢がなく、小さく、長大円形、楕円形、円形など形は様々である。枝は細く、樹高1メートル程度である。葉にフィロズルチンの配当体を含むものがあり、アマチャとして利用される。アマチャは分類上特定の品種を指す名称ではない。 山あじさいは分布域が広く、いくつかの亜種がある。なお、山あじさいを種として認めない場合、これらは、アジサイハイドランジアマクリフィラの亜種となる、エゾアジサイアシュエイチ、セルロタサブスプ、イエズーンシスキートム。ただし、分子系統によると、山あじさいより、アジサイハイドランジアマクリフィラに起源である、東北地方、北陸地方、北海道、および、朝鮮南部に分布する。 高さ1 5メートルで、北海道のものは本州のものより大きい。果樹は直径1017センチ。普通青色や青紫色だが、白、ピンク、ほとんど赤色のものもある。葉は山あじさいよりも大きく、縁のノコギリジンも鋭い。花期は5月中旬から6月中旬である。天城山マチャーシュエイチ、セルロタサブスプ、アンガストタキートム、富士山。 天城山周辺、静岡芝居が、島、箱根に自生する。花はすべて白く、葉は山あじさいより細い。生の葉は甘苦い。紅学編集 H セルロタ F、ロザルバ OE。南日本の産地に見られる。江戸時代から栽培されている品種である。装飾下は白色だが日光に当たると赤みを帯びる。葉は厚く楕円型で、秋に紅葉する。 七段花栽培品種 H セルロタ CV プリリファー。額が星型で重なっている。江戸時代から知られ、シーボルトがフローラやポーニカで報告していたものの発見例がなく、絶滅した幻のアジサイとされていたが、1959年に六甲山で再発見された。ただし、江戸時代の七段花には、後に滋賀県で発見されたシノノメという品種の方が、 花形がより似ているとされる。葉は卵型で、エゾアジサイに近い。ありがとうございます。